それから次にですね、広報松坂で、市内の観光紹介特集を連載をしていくというふうな、まあ、ことです。この7月号よりですね、松坂市の、まあ、多くあります観光スポットを取り上げて市民向けにですね、観光情報を、まあ、本当は毎月できるといいんですが、まあ、各月で、掲載をしていきたいというふうに思っております。で、特集タイトルの名前がまさとくんが行くというふうな、まあ、タイトル名でございまして、今日ものがありましたかね。ああ、これ妙なものを作っていただきまして、これがまさとくんでございます。今写真ポイントでしたね。はい、はい、今度こっちね。はい、はい、はい、でここいいですか。でこっちもこっちも、ね、はい、 OK ですね。大丈夫ですか。 OK、 はい、はい。で、まあ、どういった経緯でこれがなったかと申し上げますと、いわゆる松坂のことをなかなか松坂の方が分かっていただいてないんじゃないかと。もう少しこう松坂の皆さん方に我々の町のですね、観光スポットを、紹介していく取り組みをやっていきたいというふうな話から、始まりました。そして、情報企画課、まあ、いわゆるこの広報ですね、と観光交流課の職員で協議を進めまして、ある若手職員が発案をしまして、こういうのを作っちゃどうやと、まあ、これがあそこに立っています、彼女なんですが、水谷さんなんですけども、彼女が、まあ、発案者で、そして、まあ、こういうのをやって、こうよりこう市民の方に、まあ、テレビでも最近こういった人形がですね、いろんなところへ行ってというふうな取り組みをやっておりますけれども、まあ、そういう中からですね、こういう正人君というふうな、これ松坂木綿をこれで、で持って、作っていただきましてですね、まあ、地元の産品も PR しながら、各観光施設を紹介をしていくというふうな、まあ、ことで、この7月号から始めさせていただきます。若手の職員さんが、まあ、こういったですね、取り組みっていうんですか、試みをやっていただくっていうのは私には非常に歓迎をするところでございまして、いろんな意味でですね、やっぱりチャレンジをしていくっていうのは大事なことかというふうに思っております。ぜひともまた、若手の職員でこういったいろんなアイデアがあれば、実現をしていくようにですね、努めていきたいというふうに考えているところでございます。